はい、今日は7月31日ですね。まあとりあえず今日で資材置き場を完成したいので、やっていきましょう。まあこのウッドデッキの屋根と、なんだろう、オーニングをちょっと番線で試しに引っ張ってみようかなっていう感じですね。はい、どうもイゾログです。イゾログっていうのもどうかなと思うんですね。イゾログって、ブログの僕がね今持ってるブログのタイトルなんでどうかなって思います。まあとりあえずシマイズでいいかなって感じですね。まあ一応ウッドデッキ自体は完成は2年前にしてたから、でどうもこうもこう機能してなかったですね。でここにもっと荷物を置ければ実はあの建物の中の DIY もっとスピード感があったはずなんですよね。なんでかっていうとやっぱりその間取りと何て言うんだろうな、建物の形が悪いんですよね。60坪なんですけどこれ縦長なんですよ。で大体90坪ぐらいあるんですよね、土地を含めると。なんでやっぱりその縦長だとどうしてもその個室のスペースが中途半端に狭くなっちゃうんで、やっぱり資材が置けないとどうもこうもならんっていう話ですね。まあここまで予約来たって感じですね、で今日でこれをまあ終わりにするんだが、まあまずこれっすね、これの屋根の上にかぶせるグリーンシートはどこ行った？あ、あったあった。まあ、一応一番これが寸法的にまあちょうどいいであろうというもので取ってきました。で冬場になったらあのなんつうんだろう、いちいち撤去するのめんどくせえから、このトタンのないところだけこうバサッて落としてそんで出ていきますね。どうせここ屋根が合わさってから、ここから一番あの落ちる雪の量が多いんですね。であとはあとはそこですね、その落ちた雪がこう山になって積もると、その山の後ろ側、まあちょうどあそこガラスだよね、ガラスの方にね落ちていっちゃったりするわけですよね。なんでそれをどうにかするためにまあ立てかけて、まあ板かなんか立てかけておければなという感じですね。まあなんだっけ、あの棒2本あって、そこにあの板を打ち付けて、なんていうんだろう、屋根雪が窓ガラスに積もって割れないようにしてるやつあるんだよね、雪国。だからまあそんな感じのやつをここだけ作れればなという感じでやっていきます。はい、ようやくですね。でもこのウッドデッキは今はですね、なかなか活躍してますよね。端材置き場、資材置き場で解体して出た材の置き場、なかなかいろんな使い方をできて、まあここにですね邪魔なものを全部ぶ置いておけば、やっぱり建物の中が狭いんですよ。やっぱり60坪の縦長はあんまり適さないなって感じですよね。で適さないっていうのは、そういうまあかつて僕がこれを買った時に目指したのはまあシェアハウスでした。でも今はルームシェアハウス、もしくはまあ大人の児童デイみたいな、そんな感じかなっていう感じです。まあようやくですね、このウッドデッキ完成してたし、でもウッドデッキ完成してからまあ 2年かな、あの遊んでたんですよ。それもったいなかったなっていうのがすごい後悔してますね。まあ一応この動画の中ではですね、トタンを張って、まあトタンのですね、あのまあ骨組みのこの材がまあ長さバラバラなんですけど、まあこればっかりはもうどうでもいいやって感じですね。で何が一番肝かと言われれば、このシートですね、トタンの上に貼ったシート、これが肝で、これまあトタンがですね、あのそもそももともと置いてあったんですよね。この残置物として前の売り主が
残していったものになります。あの金庫いらねえっつって持って帰れっつってもなんか、まあ、結構年もいってたから、まあ、重たくて持てなかったんでしょうね。まあ、次の物件買うときは絶対に宅建士を通してあのちゃんと買うっていうのは心に決めてますね。はい。まあそういうなんか結構ね恨み節な部分はありますよ、空き家バンクで買うと。なので空き家バンク経由で家買うっていう人はちょっと気をつけてください。ちなみに47都道府県に宅建士協会っていうのはあるので、そこから宅建協会を派遣して、売買するというのも可能なので、宅建士をつけるって言った時点で難色を示すやつからは家買わない方がいいですね。まあこの家を買った時の俺の経験なんですね。はい。まあいろいろ掘り起こせばいっぱい出ますんで、はい、喋りますよっていうのは、まあさておき、まあ、このウッドデッキの屋根ですね、トタンがですねやっぱ穴だらけなんで雨漏りするんですよ、なので雨漏れをしちゃうのでそれを保護するっていう意味合いでもこのシートはかぶせてますし、もうシートの色をもうちょい選べばよかったなって感じですね。次このシートが紫外線で朽ちたら絶対白いやつ買いますね。あの小学生の頃運動会やったらそのテントの屋根にかぶさってたようなあれを絶対に買いますね。なんでかって言ったらやっぱり日当たりはいいんですね、ここの土地でも。その日当たり良すぎて暑いんですよ、建物の中が。そして夏はクソ暑く冬はクソ寒いという物件だったので、それを改善するためですね。あとは雪下ろしをしないようにするためですね。冬場になったらここですね、トタンが張ってないところだけを、まあ、乱暴にバサッと内側に落として雪が落ちても破れないようにだけしていきます。だって屋根がね、まあ今隠れて見えないけどこっちからとあっちからがちょうど交差するとこだから今絶対ビリっていくし、いかんせん屋根のペンキとか塗るときに、屋根に上がるときにここからしか俺が上がれないんだよね。うん、多分ね上がるとしたらここからなんだけど、ちょっと地面でこぼこすぎるのとなんか嫌、そこの張りが強いかどうかっていうのはまだ分かんないからね、なわけで屋根にはちょっと気を使ってるんだけどね、てなわけで、まあ、あとはですね、待望の物干し竿ですねと、まあ今日ここまでやる、あとはオーニングを番線で張るところまでできたら明日はやっていきます。ではでは。1日でですね、ようやくできました。でですね、一番左上の2本ですね、2本の材のところだけはトタンを抜いてます。で、なんでかと言われればですね、このトタンのないところから屋根に上がれるようにするので、毎年ここの、シートはですね外して、雪が落ちてもバサッと下に行くようにやるようにしています。これを作れたのは本当に今でかいですよね。でもござるですもん、このスペース。でもやっとここまで来れたことが嬉しいですね。はい、エンディングです。まあエンディングもそうですね、まあこのコンセプトっていうのは僕が過去あの共生者というところにですね3回ぐらい行ったのかな。まあやっぱりあそこはすごく居心地良かったし、空気もね綺麗な山奥だったし、でもやっぱり自分のテイストとしてはもうちょい加えたい部分はいっぱいあったという場所です。なのでですね、まあ自分のあそこに行かせてもらった時点でですね、自分がどう考えてどう感じて、じゃあここはここでいいけれどもう少しプラスになるもの、自分が手をつけていきたいことっていうものをなんか、まあ、あの当時はですね、肌感覚でこう、もやっとしたような、あの、ぼんやりとした、まあ、輪郭もぼやけてるし、中身もぼやけてるっていう状況でしたけど、今では、
ようやく自分で家買って、それを自分の理想に向かって目指していけているという状態になっていることがすごくまあいいのかなっていう感じです。まあ、またね、こういう動かなきゃいけない理由をつかない、作らないと僕はまた立ち止まって、まあそこに停滞してしまうの で、あとはね、四国のお坊さんのが僕にしてくれたことを何でしょうね、加味して、それをじゃあ誰かまあまだ分かんないですけど、来てくれるかどうかも分からないし、もしかしたら来てくれるかもしれない人のためにねっていう、そんな抽象的な理由で動けていること、もし来てくれたらこういうことをしてあげたいっていうね、自分の経験談からも出てきているものです。都会の暮らし、引きこもった状態が辛い生き方で悩んでる、ブラック企業ですり減ってしまった人、やっぱりもうそういう人たちも、僕もかつてはそういうこと、まあそういう状態だった人間なので、まあそれなりに全部俺が正しいとは言わないのでし、まあそういう人たち、まあ僕もかつてそういうね状態だったので、一理あることは絶対に自分の背中で語りたいっていうふうに思ってですね、今これやってます。まあ来年からは細々始めます。ではでは。